ブンソン、帰国済み。日本ハムのアンドリュー・スティーブンソン外野手が今季限りで退団する見通しであることが8日、分かった。ツインズから1年契約で移籍した今季は3月29日のロッテとのシーズン開幕戦では2番レフトでスタメン出場。俊足を生かした守備力にも定評があっただけにセンターのレギュラーとして期待されたが、打撃不振で4月中旬に2軍落ちとなった。5月中旬、8月下旬にそれぞれ1軍に昇格も結果は出ず、2日に出場選手登録を外れ、すでに帰国している。ここまで24試合の出場で打率1割6分1厘で、本塁打も打点も記録できなかった。幾度のチャンスにも扇風機のような新聞しか見れなかったな。何もせず1億もらえるんか。それとももう帰国したから年俸返すかな。すでに帰国したのであれば退団したと公表すべき。悪いがあのスイングじゃ当たらないね。お疲れ様です。そっか、そうなんだ。来季はいないと思ってたけど早かったな。残念。結局変化球に何ありだった。あの人は今にもなれんかったか。でしょうね、としか言えないですね。期待してたのに残念。背番号6を与えた意味が全くなかった。俊足高打という触れ込みだったが、どこがだったな。期待してたけど、残念ロッテとかに行って活躍するのはやめてね。ホームランも打点もゼロ。1億ドブに捨てた感じですね。すでに帰国仕事してないんだから、球団は給料を止めるべき。お金の無駄だ。まあしょうがないでしょう。お疲れ様。スカウト陣は大反省。正直、プロレベルのバッティングではなかった。仕方がないですね。謎に残ってるロドリゲスはさすがに今年限りだよな。ミート力ある方は弱いけど、走力あるって売り込みだったような。時間的に滞在分損するから、早く帰国してよかったね。では、空いた番号は、清宮くんあたりが似合うと思うな。当然だね、あの成績ではレギュラー獲得は無理。大型扇風機。夏と共に去る。